さあじゃんけんを始めるぜ。どうも皆さん、じゃんけん王ことリュウです。本日なんですが、じゃんけんをね、高度なじゃんけんをねやっていこうかなと思っておりまして、またノーリミットルーム、ノーリミットデッキ、をね復活させて使っていこうかなというふうに思ってるんですが、見てください、最強デッキ。これがね、これが真の最強ブラックマジシャンデッキですよ。最強。昔はね、これが許されていたんですよ。見てください、これ。陣ナビ全力からの、狡猾からのイリュージョンみたいなね。これが許されていた時代があったなんてね、もう信じられますか、皆さん。ブラックマジシャンっていうのはどういうデッキかっていうと、まあ、とにかくね、先行で陣ナビをして、先行陣ナビで、あれですわ、じゃんけんするっていう、まあ、完全制圧、先行制圧するっていうデッキなわけですよ。で、今回は、あの頃のブラックマジシャンを完全復活させてきました。あのね、やっぱりね、あかん。やっぱりあかん、このデッキは。ね、このね、黒の魔導陣からのね、ナビゲートが決まりすぎる。先行で。あかん。しかも、陣ナビ狡猾っていうね、世界一強いムーブもできますから。陣ナビ狡猾はね、もうね、シンプルに、ね、法に触れてる。法に触れてると思います。これに関しては。今日はね、そんな法に触れている動き方をね、皆さんにね、体感していただきたい。その頃、デュエルリンクスやってなかった方も、その頃やっていた方も、あの頃を思い出して、懐かしんでほしい。そんな風に考えております。早速、高度なじゃんけんやっていきましょう。じゃんけんスタンバイ。さあ、お相手の方、何デッキだ？ユーマ？ユーマって何デッキだ？クール！俺のターン。まずは黒の魔導陣の効果を発動。黒の魔導陣の子、よし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 。地獄を味わせてやろう。俺はブラックマジシャンをサーチさせてもらうぜ。ブラックマジシャンでいいな。イリュージョンマジック、まあでもブラックマジシャンでいいか。で、まあ、イリュージョンマジックするとね、ロットどかせるっていうメリットはあるんですけど、さあ、マジシャンズロットの効果を発動。マジシャンズロットの効果によって、マジシャンズナビゲートを出るなんてあるぜ。そして、カードを1枚セット。これはブラックだ。そして、カードを1枚セット。ターンを終了するぜ。肉接することによって、どちらがナビゲートか分かんないようにしていくぜ。さあ、どうする？なかなか最強ハンドだぞ。およそ考えられる。あまりにも強い。セット。ほっ、ああ、終了し、マジシャンズナビゲートの効果を発動。マジシャンズナビゲートの効果によって最強のしもべブラックマジシャン行くぜ。そしてデッキからさらにイリュージョンでいいか、イリュージョン特殊召喚。そして特殊召喚に成功した場合、黒の魔導陣の効果を発動。相手のフィールド上のカードを1枚選択してゲームから除外する。これ前かな、なんだろうな。まあでも狡猾狡猾とかあったらなんかやばいから、効果二刀流、あ、六部衆か。なるほどな、なるほどな。ティマイオスのマナコを発動。ティマイオスのマナコの効果によって、俺はこっちでいいんじゃねえか。打点的に俺はマジシャンブラックイリュージョンを墓地に送り、現れろ超魔導騎士ブラックキャバルリー。行くぜバトルフェイズ。ブラックキャバルリーは貫通能力を持っている。シャッフーマいいだろ、フーマなんていうモンスターどうでもいい、いいだろいいだろ、エリシいいだろ、くらえブラックマジシャンの攻撃、ブラックマジック二刀流。はバカめ超魔導騎士ブラックキャバルリーの効果発動。マジシャンズナビゲートを墓地に送り、貴様の魔法トラップカードは無効にさせてもらう。行けよらー、うわおれーターン終了だぜ。最強だマジシャン、やばい、ゼアルゼアルウェボン、やばい、待って、ホープレイ待って、ホープレイマジで待って、ホープレイマジで待って、ちょやばい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 、じゃそっか、殴んな、なんでも殴っても結局1800か、ゼアルウェボン、うわ今ね殴んない正解絶対に、うわやばい何これ、あでももうこれ特徴あるでしょ、
あ、オッケーオッケーオッケー、危ねえ危ねえ、すげえ危ねえ、なんだ正解か今の。一応忘れてた、あの最強スキル新次元の6部首強そう。今のレベル4か2体並んだら負けですよ、ね、私の。危なかった、クソほど危ねえ。でカード何これ、あーそういうこと、それは出さなくてもいいか。まあ、一応カイトロイドケアで全員でぶん殴るって感じですかね。セットバトル、ほら危ねえそこそこプレイングあるわ、新しい環境も。対戦ありがとうございました。ワンチャン負け筋があったって信じられるか、モデュエル。さあお相手の方、最高の戦術で挑んできな。まあ反動は悪くないな、反動悪くない、先行欲しかった無限に先行なんですよね。狡猾とイリュージョンがあればまあまあ9打点の感じです。はい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 、ジン狡猾イリュージョンがある場合は相手ターンにね、イリュージョンが出せますんで。はい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 、いいですよ、なかなか懐かしいですね。これすり替えバレットネオスですかね、これ多分。あ、出ました、すり替えバレットネオス。来た、トラップが強いんだよな、このデッキは。セッツリーとかね、あっち系のカードがあるん でボルタニックバレットいいでしょう。バレット効果、バレットサーチで、まだスキルは使えない、カードセット OK。 俺のターン、ドロー、あ強いな、このシンプルに強いね。これイリュージョン引いたら、イリュージョンじゃねえや、これね、あーなるほどね、それは強いね、それは強い、普通にそれはシンプルに強い、なるほど、まあ、とりあえずこうするしかないか。でカードセット、でエンドか、まあ、ちょっと陣潰されちゃったけど開空狡猾ができるんで開空狡猾は結構ネオスにとっては辛いでしょ。あの除外することできないんですよ、相手ターンでも、あ相手なんていうか、まあ、ずっと相手は墓地のカードをね、開空がいると相手だけなんで、これでネオスフュージョンが耐性ないみたいな感じなんで、ネオスを狡猾で、処すことができますんで、まあ、墓地から特殊召喚できます。ちなみにあのリューマドの効果でネオスをね、まあ、ただそんなことをしたところでネオスフュージョンの耐性は使えませんので、この狡猾な落とし穴っていう最強のカードを処すことができなければ割と相手は詰んでる感じはあるよ。さあ大丈夫かな、さあどうする、さあどうする、さあどうする、モンスターコーク、オーケー、バレットこれすり替え使えんだよな、 つまりもうすり替えはいいわ。はい、で大月はさあ海空の効果なかなか効いております。リーマドの守護者の効果でブレイブネオス見せて、ネオスを蘇生は別にそんなに痛くない、それも別にいい、全然いい。ネオスフュージョン持ってるの、ああ持ってるのね、はいはい、ネオスフュージョン効果いいでしょう。オッケー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 、リソースめちゃくちゃ使わせてるのはいいぞ。でネオスと何らかの、なんだろうな、あとアレイスターか、やばい、モンスターを特殊召喚魔術とかいう最強のカード持ってんのか、やばいぞ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 召喚魔術やめろ、召喚魔術だけ本当にやめていただきたい。バトルいいでしょう、オッケー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 はい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 、でおい、これではい耐えれんのかな。さあ狡猾な落としはネオスフュージョン使ってみろ、ほらウェイウェイよし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 、残りライフは2000、バック引けない、すり替えネオス、バレットネオスに未来はねえぞ、なんて弱いんだ。ドロー、ナビゲート来たぞ、カードを1枚セット、攻撃表示に変更、バトル行くぜ、ナビゲート使えるように海空はもうぶっ殺しておくぜ、いけダイレクトアタック、おらせめてトラップカードを引いてこい。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、闇遊戯対決いいだろう、相手にとって不足はない、なんて反動が弱いんだ反動弱すぎるだろ、ふざけんなよ。ブラックアジアを特殊召喚、弱すぎるエンドしまーす弱っ、では返されなかったらディステルドロー入りますね、手札から、はい、あやばい、いや黒の魔導陣はやべえ、黒の魔導陣はシンプルにやべえ、黒のあっ
あっあっひえ出た高校陣カーテン巨大決戦で勝ちってやつね。まあ今もう修正されちゃってあれでしたけど、ひえやばい、ちょっと反動弱すぎたわこれ。ごめんって許してって、アテムさん